タウトだ。一体どこでこの番号を知った？知ってるのは番号だけじゃない。コンボイを探してるんだって。おい、こいつは黙らせろ。どういうことだ、説明しろ。困ってるのはそっちでしょ。立場を考えてよく聞くことね。直接会いましょう。お互い協力できないか話をしようじゃない。なるほど、協力ね。いいだろう。スカイライン沿い NID に向かう最初の出口、その先の高架下に来な。待たせるなよ。シャキッとしな。メレディス・スタウトだ。電話してきたのはお前か。提案がある。小娘が私を脅迫するなんて100年早いんだよ。なんとか言ったらどうだ。落ち着いて。話をしに来ただけよ。メレディス、お前は黙ったろ。まだなのか。行けます。質問に答えてもらうよ。嘘はすぐに分かる。一人で来たのか。一人ぼっちはそっちでしょ。ブツを取り返せなかったらあんたはおしまいよ。助けてくれる味方もいない。調子に乗るなよ。周囲を捜索しろ。コンボイの情報はこのクズアンソニー・ギルクリストから聞いたのか。こいつとのつながりは。ミリテクに知り合いなんていない。本当です。にしては随分と詳しいじゃないか。企業なんてどこも似たり寄ったり。面白みに欠けるくらい。ブツがどこにあるかは把握してる。手を貸してもいいけど、こっちにも条件がある。言っただろ、私はスパイなんかじゃないって。黙らせろ。今すぐ私を解放しないと。そいつは解放してやれ。話を聞くとしよう。いつもこんな強引なの。黙れ。質問をしてるのはこっちだ。ボットフラットヘッドを手に入れたい。コンボイを襲った奴らが持ってる。ボットをくれるなら奴らの情報をやる。連中へのアプローチ方法は。力ずくで奪うこともできるけど、向こうはボットを売る気でいる。取引してもいい。なら後者で行け。ただし条件がある。支払いにはこちらの金を使え。ミリテクじゃそんな見えすいた手を教わるの。どうせウイルス入りなんでしょ。その通りだ。何かあった時には私が蜂の巣にされるのよ。正直に答えて。どんな細工がしてあるの？金の流れを追跡するアルゴリズムが仕込んであるだけだ。何も心配しなくていい。なるほど、分かった。それで行きましょう。支払いにはそのチップを使うこと。それ以外は考えるな。少しでも妙な真似をしたら
ただじゃ置かないよ。おい、やめておけ。こいつはもう死んだも同然だ。道連れにされるぞ。よし、クレジットチップのウイルスは取り除いた。おう、来たか。どうなったか聞かせてくれ。ティーバグの方はどうなってる？話はしたの？デクスの山だって伝えたらやる気満々だったぜ。もう準備を始めてる。なんてったってバグはデクスが休業する前からの仲だからな。デクスはもうメールストロームにボットの代金を支払ってる。問題は連中がおとなしく商品を渡してくれるかどうかよ。前払いしたのがバカだな。まあいい、いずれにせよ手に入れなきゃ始まんねえ。それで作戦はあるのか？相手はメールストローム。簡単にはいかないでしょうね。ギャングの世界はシンプルだ。力が正義、弱肉強食が全て。やるかやられるか、それしかねえ。じゃあ早速虎穴に入るか。ええ、行きましょう。よし、じゃあちょいとお邪魔させてもらうとするか。しかしよ、なんでよりによってこのサイボーグどもと。ギャングなんてどれも一緒でしょ。バレンティーノズを見ろ。神と聖母の教えに従い、何よりも敬う心ってもんがある。目的と流儀、何が許せて何が許せないかがはっきりした。だがメールストロームはまるで得体が知れねえ。B、行けよ。挨拶しようぜ。誰だよお前ら。いいからドアを開けて。お前らアポは取ってんのか？そんな話聞いてねえけどな。ネクスに言われてきた。ロイスはメインルームに来い。待ってたぞ。いい場所だ。と変わらねえな。しかし食品工場にしては過剰な防衛設備ね。全部例のコンボイから奪ったんだろう。
間違いない。死体にたかるウジ虫みてえにな。ミリテクシャ製ね。超高級軍用ハードで身を固めたイカレサイボーグどもと取引か。楽しみだ。対人地雷、指向性三段ね。いい趣味してる。大げさだな。ロイスはどこ？取引をしに来たの。ロイスは今取り込み中だ。話なら俺が聞く。ボットよ、モデル MT-0D12、 通称フラットヘッド。それが何だってんだよ。ああ、ブリックに代金を支払ってやる。私は受け取りに来ただけ。必要ならロイスと直接話をしてもいいけど。いや、俺と話せ。俺はダムダムだ。座れ、そこのソファーだ。座れ。お前もだ、デカブツ。俺はいい。何かぶつけてやがるな。ソファーに座れっつってるだけだろうが。断る。いい度胸してんじゃねえか。座らねえと頭に鉛を。ジャック、どうしたって言うのよ。こいつの態度が気に食わない。それに腰を下ろせばいざという時に動けない。座らねえと頭に鉛。ジャック、座りなって。ろくなことにならねえぞ。くっそ。さて、景気づけと行こうじゃねえか。ほらよ。中身は？スキーフだろ。やべえ代物だ。試してみろよ。マジでたまんねえんだ。ほら、吸えって。本題に入るか。さてと、こいつがフラットヘッドだ。モデル MT-0D12。 ミリテクに追跡される可能性は？そもそも追跡しようがねえ。シリアルナンバーを削除して、アクセスロックもこっちのソフトで解除した。連中には何もできねえよ。確認させて。しょうがねえな。こいつはすげえぞ。ダイナミックな熱光学迷彩装甲に加え、完全没入型の認識システムをレイブンで操作可能。さらに新型アクチュエーターにはチタン、バナジュ、ケブラーの合金が使われてる。これを見てみろ。完全統合型リンクだ。こいつが壁を登り、天井からぶら下がったりしたら。酔い止めが必要になるね。気に入ったか。ええ、もらってく。はあ、そいつはよかった。クレジット見せな。ブリックに支払い済みよ。ブリックなんてやつここにいるか。いねえよな。
笑わせるなんておかしいでしょ。おかしいかどうか決めるのはお前じゃねえ。俺が払えっつったら黙って払うんだよ。とにかくこいつが欲しければまずはエディを見せた。もう金は一度手に入れてるんだし、割引してくれてもいいんじゃない。たっぷりと。割引だ、ふざけんな。そういや、誰のせいか聞いてなかったな。お前のボスの名前は。でしょう、デクスターでしょう。デクスターでしょう。パシフィカの半分をめちゃくちゃにしたあのデブ。ダメやがって、毒され女が。お前はもう。さあ、閉じ込められた。リン、ボッドと操作用チップを回収しろ。何かアイデアはある？装甲シャッターが、こいつを突破するのはどう考えても。だが古い工場だから、トンネルやシャフトが張り巡らされてるはずだ。ああ。ボットとチップ、両方取った。行くぞ。急いだ方がいい。さっさとここを出よう。早く新鮮な空気が吸いたいぜ。肉、吐き気がするぜ。処理用の昆布やね。肉は好きだと思ってたけど。本当にここを行くのか。
おい、嘘だろ。あれブリックだ。どうするビー。お前次第だ。私たちのおかげで命拾いしたね。恩は返すもんだぜ、おもれ。おい、待ってくれ。礼をしたいのは山芋だが、今すぐは無理だ。次に会ったら、借りは必ず返せ。ビ、カメラに気をつけろ。一人で、大丈夫？ここは俺ん家だ。心配はいらねえ。
つもりだ。カメラが。Thank you.
行くぞ、ビー。さっさと連れ帰ろう。そこら中でハエを飛ばしやがってよ。ひとまずゲートの向こうに行くか。メイルストロームと取引すると大抵ろくなことにならない。君たちは運が良かったな。スタートはどうしたの？あいつは賭けに負け、結局時間切れになった。まあもう会うこともないだろう。なんであんたがここにいるの？スパイの正体が未だ謎のままだ。メイルストロームから何かつかめるかもと思ってな。期待しない方がいいと思うけど、死体は喋れないでしょ。喋れなくても情報は残っているものだ。じゃあ失礼するよ。肝を冷やしっぱなしだ。さてこれからどうする？さすがに疲れたな。ボットが手に入ったってデクスに報告しろよ。こんだけ苦労したんだ、ボトルの一本でもおごってほしいとこだぜ。じゃあな、Bボットを手に入れた。ほう、問題なくいったのか。それとミリテクはどうした？それが代金を支払い済みだって言っても、ロイスは聞く耳を持たなくて大変だった。ではどうしたんだ？コーポの女を利用したのか？スタウトと会ってなんとか取引できた。ほう。ボットの支払い用にクレジットをくれたの。企業の金でボットを買い取ったのか？いや、それは自分で使おうと思って。ボットは譲ってもらった。譲って？まあ多少乱暴はしたけどね。大した度胸だ。エブリン・パーカーとは会ったのか？まだこれからよ。そうか、パーカーと会わないことには始まらないからな。彼女はリジーズバーにいる。任せたぞ。可愛らしい子。とっておきの BD でもどう？前に来たことがある。見覚えないけど。正面から入ってないから。
面白いジョークね。ルールは簡単。気になる子がいたら直接声をかけずにカタログで探す。その子の BD を受け取ったらボックスに入る。それと録画はもちろん、おさわりも厳禁よ。分かったらどうぞ入って。楽しんでらっしゃい。ビージーズへようこそ。ねえ、何か出そうか。気になってたんだけど、ここはリジーって人がオーナーの店なの？今はもう違う。あまり心温まる話じゃないんだ。よかったら聞かせてよ。リジーは実在の人物で、ここをストリップバーとして運営してたんだ。女の子の給料はちゃんと出てたし、身辺警護までついてた。いい店だったんだぜ。でも何かあったのね。ああ、タイガークローズの連中だよ。ある時クローズの一人が店の女の子を殴ってな、リジーは一切の迷いなくそいつの弾を撃ち抜いた。あくる日連中が押しかけてきて、リーズは殺された。でもクローズは結局この店をモックスに渡したんでしょ？まあな、モックスは連中と交渉したのさ。幸い混乱は最小限で済んだがな。今のボスはスージー Q でも、看板は当時のままにしてある。そして今日の繁栄に至るわけだ。エブリン・パーカーを探してる。ここにいる？あんたは？ B よ。エブリンとデートの約束があるの。そうか、よろしく。俺はマテオだ。どうも。で、エブリンは？さあ、ここは広いからな、探し回ってみたらどうだ？大丈夫よ、マテオ。私のお客だから。エブリン・パーカーよ。一目見ただけであなただって分かったわ。ならなぜ声をかけなかったの？まずは観察したかったから。で、お気に召した？あら、聞くまでもないと思うけど。でしょ？ついてきて。誰にも聞かれずに話せる場所があるから。ラウンジにいるわ、マテオ。誰か訪ねてきてもいないことにして。それで別に何もないし、本当にちょっと激しめ。本当のことを言ったらどうなのよ。変態っぽいやつだから何もないんだって。レックスからいろいろ聞いてるわよ。相当腕が立つんですってね。それに信用もできるとか。評判通りだといいんだけど。仕事の話をしない？世間話をするためにここまで来たわけじゃない。そうね、あなたは人生を変えるほどの知識を得るために来た。随分と意味深じゃない。今回の目標についてはすでに聞いてるわね。メリック、通称魂の救済。目当てはそのテクノロジーでしょ。相手はあの荒坂。つまり相当危険な作戦になる。荒坂はこの人格移植テクノロジーに何十億もつぎ込んでる。でも私が欲しいのは中にあるデータよ。チップはコンペキプラザホテルの一室に保管されてる。行ったことは？荒坂のホテルチェーンだからね。高級感はあるけどいまいちかな。やっぱコンペキといえば東京のでしょ。ここの作りは東京のコンペキと全く同じよ。作りは一緒でも日本のスタッフとサービスは別格。シンガポール、パリ、ワシントン、他の場所なんて足元にも及ばない。まあ
確かにそれは言えてるわね。で、チップの正確な場所は？最上階よ。頼信荒坂のスイートにあるわ。頼信荒坂がナイトシティに？なんだ、スクリームシートの記事はデマじゃなかったのね。もう周知の事実よ。サブロー荒坂に残された唯一の息子、つまり頼信が荒坂帝国の次期社長だもの。150年もトップに座り続けた皇帝が今さらその座を譲るとは思えない。荒坂家の真の狙いを知る人はナイトシティにもごくわずかしかいないわ。あんたはどうなの？頼信ほどの大物ならかなりの警備を敷いてるはず。ホテルは要塞化してるでしょうね。彼は警護をつけないの、一切ね。昔全員クビにしてからずっとそう。え？どうして？聞いたことない？荒坂の情報力は、ナイトシティでくしゃみをすれば東京で桜が散るなんて言われるほどよ。警護班を通して父親に情報が筒抜けになるのを恐れてるの。つまり標的は荒坂社じゃなく頼信一人ってことね。頼信はお飾りに過ぎない。何年も前に父親の信頼をなくしてから力を奪われてる。サブローは彼をずっと飼い殺しにしてたけど、また何か企んでると知ったらいよいよ切り捨てるでしょうね。それでもまさか頼信が相手だなんて。ねえ、何か隠してる情報があるならもったいぶらずに教えて。ふん、なかなか鋭いわね。頼信は荒坂の研究所からチップを盗んだの。すでにネットウォッチとは交渉済み、彼らに売るつもりよ。何が言いたいかわかる？それともまだ説明が必要かしら？頼信は見返りに何を得るの？そこは重要じゃない。あなたはチップに集中して。ネットの番人が差し出せるものといったら敵に関する情報とか？だからそこはどうでもいいのよ。あなたがチップを手に入れたら取引そのものがなくなるんだから。ネットウォッチは中立だからこそ成り立ってる。盗品に手を出して評判を傷つけるようなことをするわけがない。確かにネットウォッチは全ての企業にセキュリティを提供している。それが彼らのビジネスだから。でもね、今はまさに戦国時代。自分だけ成人でいることなんてできない。勝つにはなりふり構っていられないのよ。頼信が密かに盗み出したならチップは荒坂に警備されてないってことね。で、どこに保管されてるの？有機体の神経環境を模倣する専用コンテナがあるみたい。見た目は一般的なブリーフケースに近いはずよ。ケースはどこに？それはその目で確かめてもらうわ。そうね、他に質問がなければすぐにでも。頼信は確か東京で財政学とバイオテクノロジーを学んでるのよね。ええ、サブローは彼を後継者に育て上げようとしてた。でも頼信は突如消えた。そして東京のノーマット集団鋼鉄の竜と共に荒坂に対するクーデターを画策したとか。ええ、だけど若き犯行はお決まりの結末を迎える。頼信は結局会社に戻ったけど、わだかまりは今も消えてない。知識はあるよね。でもそれは彼の一つの顔に過ぎない。荒坂のあるべき未来を見据える切れ者としての顔もある。頼信はレリックに全てをかけてるってわけね。ええ、彼はこの町が作り出す幻に心を奪われたのよ。何事も思いのままにできるって、自分が支配する側だという幻に。もう一つ教えて、そのレリックってチップには何が入ってるの？あなたには一切関係ない。頼信が荒坂から盗み出した上、ネットウォッチに流そうとしてる品物でしょ。その中身を関係ないで済ますき。ウィー、レリックのことはこっちの問題よ。あなたは自分の仕事の心配をしてればいい。約束通りしっかりこなせば報酬はたっぷり支払うわ。もう十分で、次は
ここからが本題よ。来て。計画に役立つものを用意したわ。コンペキプラザのブレインダンスよ。なんで BD を？欲しいのは情報よ、スリルじゃない。あなた、BD の使い道がボックスで見るバーチャルポルノだけだと思ってるの？BD は究極の分析ツールよ。ブースターを使っても知覚できないような細かいディテールすら漏れなく把握できる。今週中にはまさに必要な情報でしょ。で、中身は？頼信の部屋の記録よ。中の様子がわかるわ。お宝は自分で見つけて。十分な情報が取れてるといいんだけど。ちょっと待って、あんたが記録したの？ええ、記録用インプラントでね。いけない？そうは言ってない。 BD はすぐ見れるの。ジュディがやってくれる。モックスの子でね、彼女とは長い付き合いなの。リー、大事な話をさせて。ジュディは何度も私を助けてくれた。誰よりも信用できる子よ。でも彼女はモックスの一人であって、決してあなたの仕事仲間じゃない。それを忘れないで。余計なことは言わないよう注意して。心配しないで。その辺の分別はある。仕事でもプライベートでもね。B、彼女は B。 例の BD の件で連れてきたの。こっちはジュディ、最高のブレインダンスエディターよ。ちょっとやめてよ、ムズムズする。感覚信号増幅器、音波に感情波モニター、どれも一級品ね。ほとんどは改造済み、既製品は外装ぐらい。自分で改造したの？当たり前でしょ。そこにある変換器は冬月製ね。そのシリーズのマトリクスは使い物にならないって聞いたけど。そう、でもマトリクスの交換なんて難しくないし、スキャンウェアを追加できるモデルはこれしかないから。はいはい、 BD はコンパイル済みよ。どう、なんとかなりそう？まだ生に近いけど、まあ大丈夫でしょう。とにかく B が深く潜り込めるならいいわ。じゃ早速調整から始めようか。たまに舞い込んでくるジグジグストリートのどぎついポルノに比べたら全然余裕だから。じゃあ早速潜って直に見てもらおうかしら。いいわね。 B はどう？生もののブレインダンス、これが初体験でしょ？BD 自体は経験済みだけど、生物は未知の領域ね。大丈夫、ちゃんと説明するから。意外と簡単よ。じゃあ座って、早速始めるから。自由に。でも痛いのは勘弁してね。大丈夫、これは痛くないから。それじゃあじっと座って私を見て、分析ソフトを実行するよ。ちょっとヒリヒリするから。わかった。オッケー、次は視覚とその他感覚信号の設定ね。視力検査の時みたいにこの2つの画面をよく見て。毎回このめんどくさい調整をやんなきゃいけないの？そういうわけじゃないけど、やる価値はある。見てればわかるから、 BD 分析の凄さがね。あとは通覚リミッターを入れて。よし、準備完了。じゃあプロフィールのテストから始めるよ。サンプル BD を使ってエディターに慣れてもらう。
さて、どれがいいかな。私の記録を使えば時間の無駄じゃない。リスクヘッジよ。すぐ終わるから。確かここら辺にあった。中身は何。ヘイウッドで起きた強盗。飛んだ素人連中だし、出どころも不明だけど、調整にはまさにうってつけ。準備はいい？始めましょう。ええ、先に調整済みのもので慣れてもらって、それから編集モードに入りましょう。ライブ開始まで3、2、1。余計なことはしなくていい。中に入って現金を奪い外に出る。あとはスタジオのサイコ野郎どもにこの BD を売るだけだ。ああ、分かってる。いいか、出し惜しみはなしだ。アドレナリンが出れば出るほど BD の値段も上がるからな。よし、行け。全員伏せろ。さっさと仕上がれ。床に傷さするんだよ。金を出せ。さっさと司令塔をぶっ殺すぞ。ちょ、待ってくれ、落ち着いて。早くしろ。頭吹っ飛ばされてるのか。ちょっと何か言ってよ。強烈だった。男の痛みやストレス、それにあれは希望、いろいろと混じってる感じだった。あの前にブースターでも使ってたのかもね。まあ心配はいらないよ。設定は完璧だし、編集モードに切り替えるね。記録者の感覚配列から B を切り離すよ。そうすれば場面全体を自由に観察できるようになる。分析モード中はカメラを自由自在に動かせる。移動もズームも全てが思うがまま、自分だけのサンドボックスってわけ。分析モードでは再生速度を調節できる。必要なら一時停止も可能よ。コンソールを使って再開できるから。余計なことはしなくていい。中に入って現金を奪い外に出る。あとはスタジオのサイコ野郎どもにこの BD を売るだけだ。ああ、分かってる。すごいでしょ。でもこれだけじゃない。早送りも早戻しも好きなようにできるんだから。早速最初のとこまで早戻ししてみて。うん、OK。 じゃあ今度は早送りして。余計なことはしなくていい。中に入って元気に奪い外に出る。あとはスタジオのサイコ野郎どもにこの BD を売る。 OK。 ちなみにリセットして一番最初のとこに戻ることもできるの。やってみて。さあ、
こっからが本番。そもそもの目的はこれだからね。分析モードでは記録者が BD に取り込んだ環境を探索したりスキャンしたりできるの。銃にフォーカスを。最初のシーンで相棒から受け取ったやつ、それをスキャンして。余計なことはしなくていい。中に入って現金を奪い外に出る。あとはスタジオのサイコ野郎どもにこの BD を売るだけだ。ああ、分かってる。いいか、出し惜しみはなしだ。アドレナリンが出れば出るほど BD の値段も上がるからな。よし、行け。よし、ここだね。上出来よ。続けましょう。さて、分析モードでは記録者の近くで発生したノイズや会話を拾うことができるの。 BD は記録者本人が意識してなかった光景や音まであらゆる細部を記録してくれる。エディター内で音レイヤーに切り替えると各信号の発信元が視覚化されるはず。早速やってみて。 OK。 店内にいくつかの音声パターンが表示されてるでしょ。一つを選んでフォーカスしてみて。よっしゃ。何なんだよ。何が補充に行け。ネジは俺がやるだよ。ったく、ふざけやがって。ご感想は？信じられない。本当にすぐ隣で起きてるみたい。これが BD レコーダーインプラントの力よ。あらゆる背景情報を記録し、エディターの機能で細部を引き立たせてやるの。そのまま音の分析を続けてみて。飽きたら次に行くよ。生データには記録者のサイバーウェアが取得した別のレイヤーが含まれていることもある。というと？ヒロシの赤外線検知ウェアをつけてるエブリンの記録なら熱パターンの分析ができるってこと。なるほどね。じゃあ男がカウンターの客を殴るまで待って。全員伏せろ。さっさと仕上がれ。床に傷するんだよ。金を。スキャンは人間にも使える。そこの怪我してる子に近づいてスキャンしてみて。それじゃあ次、強盗が痛い目に遭う場面まで移動して。待て。さっさと司令塔ぶっ殺すぞ。ちょ、待ってくれ。落ち着いて。早くしろ。頭吹っ飛ばされてるのか。わかる？彼はこの時自分がどう撃たれたか見てない。でもあなたは見れちゃうの。どう？ワクワクするでしょ。入り口の上の方で点滅してるのが見える？監視カメラよ。撃ったやつを捉えてるはず。確かめてみて。映像は店員の後ろの画面に送られてる。強盗の視界に画面が入るところまで戻してスキャンしてみて。撃ったのは彼の相棒。きっと最初からそのつもりだったのね。この手の BD はブラックマーケットで高く売れるから。リアルな死の体験はマニアが飛びつくのよ。さて、もう十分ならいつでも終了して。すごいでしょ。ここで扱うやつは残念ながらほとんどお一人様用だけどね。じゃあそろそろ本番に行くよ。そのちょっと休憩させてくれない？まだあの瞬間の感覚がくそ消えないの。 B、 時間がないのよ。しっかりして。そうね。よし、じゃあティーバグとリンクして始めましょう。ちょっと誰よそれ。うちのランナー、セキュリティ専門。分析に協力してもらう。別に構わないでしょ。いや構うんだけど。話が違うよエブリン。エブリン、ティーバグがいないと役に立つ情報は得られない。ジュリー、お願い。エブリン、ランナーを加えようとしてるのよ。問題があるのは明らかでしょ。
この記録以外に入り込まない保証はない。それは私が保証する。どうだか。助けを借りるのはこれで最後。必ずうまくいくから、計画通りにね。わかった。そのランナーに連絡したらダイブするよ。B、どうしたの？バグ聞いて、コンペキプラザの情報が手に入った。ブレインダンスよ。コンペキ？そんなことかと思った。誰かと一緒なの？ジュリーとエブリン。大丈夫よ、 BD のことで手伝ってもらってるの。そうで、肝心の要件は？あんたの力を借りたいの。ダイブしたら何に注意すべきか助言して。分かった、やってみようか。接続開始。私のアクセスを許可してくれる？ボート1779を開放。セキュアプロトコル。よし、今リクエストを送った。来た。準備はいい？待って。 OK、 接続を確認。あとは簡易アイスを。よし、踊りましょうか。ジュディ、始めて。さあ、ヨリノブはレリックをどこに保管してるか突き止めるのよ。まずい、ネットウォッチのカメラだ。モーションセンサーに熱感知、 IFF も搭載されてる。バグならハックできるでしょ。余裕よ。連中のサブネットにアクセスする必要があるけど。警報のファームウェアは最新版だけど、このシステムは穴だらけだって某 BBS で話題になってた。シグネチャーを偽造してキーを生成しておくわ。宅配便のご到着か。エブリンの彼女の恐怖を感じた。すぐ平静を取り戻したけど。
私の立場が。それでは大陽さん、くじめてくれ。その音は換気と空調ってことはサーバーね。機材を冷却して管理してる。こっちはすぐに。会話をよく聞いて、重要な情報があるかも。見逃すてくれ。こっちはすぐに終わる。プログラムはまだ試験段階です。市場に出すわけには。いちいちうるさいぞ。あなたのお父様はこのプロジェクトに。うるさいぞ。あなたのことはこのプロジェクトに強い関心を示されています。リスクについて聞きます。そこまで言うけ。あの100万、私の立場に何より大山の大将が聞かなかったことにします。ならばこれを聞け。サーブロー・アラサカは結構いける。3番目、味がブーストされてるの。現実を直視することを諦め、未来に目を向けることを拒み、そもそも存在したかも怪しい過去の世界を夢見てやがる。この20年、あいつとは目を合わせたこともない。そしてこの先もないだろう。レリックの保管方法についてですが、非常に特別な環境が必要になります。必ず資料をお用意ください。もういい。今の聞いた？レリックの資料がどこかにあるはず。探してみて。やさとの用意しなさらな。さあ、あいつから聞くことなど何一つ。何の記事もない。俺の会社だと。そもそも存在したかも怪しい過去の世界を夢見てやがる。この20年、あいつとは目を合わせたこともない。そしてこの先もないだろう。レリックの保管方法についてですが、非常に特別な環境が必要になります。必ず資料をお用意ください。分かった。待たせてすまない。アホの相手は疲れる。うん、気にしないで。そんなに待ってないわ。何かあったの？少し気が立ってるみたいだけど。少しな、気にするな。待って、それもいいけど、一つ条件がある。君が私に要求するのか？一つだけ。集中して。私ねえ、権利はまだある？寝室のナイトスタンドだ。いい考えがあるの。ちょっと待ってて。
なるほど。ほら、もういいだろ。待ってってば。いいの探してるの。これでいいです。特殊な温度調節コンテナのマニュアルね。レリックは低温で保管しろって。冷凍庫に入れとく必要があるってこと？ええ、そうしないと損傷する。 OK、 エディターのサーマルレイヤーをつけて、温度が分かればヨリノブのチップを見つけやすくなる。装填済み、セーフティーはオン。実際にこの部屋に行った時、役に立ってくれそうね。空調ね、ホテルによくある標準的モデル。温度は資料と一致するけど、ここにチップがあるとは思えない。温度が変わって損傷する可能性がある。くつろいでてくれ。補助するのか。マジだ。へえ、ドナギ、何かお祝い事でもあったようね。そんなとこにあるわけないでしょ。この中じゃ温度が低すぎてチップが損傷する。熱パターンを確認。資料のスペックと一致してる。ヨリノブがここにケースを隠してるってことね。間違いないはず。よくやったわ。情報は揃ったようね。終わりにしましょう。鬼出すわけには。いちいちうるさいぞ。あのことは本当に。ただの冷蔵庫ね。示されています。リスクについて聞いてください。そこまで聞く。存在したかも怪しい過去の世界を言うにはこの20年。
と合わせたこともない。そしてこの先もないだろう。レリックの保管方法についてですが、非常に特別な環境が必要になります。必ず資料をお読みください。わかった。待たせてすまない。アホの相手は疲れる。うん、気にしないで。そんなに待ってないわ。何かあったの？少し気が立ってるみたいだけど。少しな、気にするな。待って、それもいいけど、一つ条件がある。君が私に要求するのか？一つだけ。集中して。私ね、キャンディーはまだある？あれすごく気に入って。いいね。自動タレット、最新のスキャナーモデル、システムは全てサーバーにつながってる。無力化できそう？外部からは無理。中に入ってシステムとどうつながってるか確認しないと。セキュリティシステムは全てホテルのサブネットにつながってるみたい。フラットヘッドがないとシステムをシャットダウンできない。自力じゃ無理なの？無理。少なくとも思いつかない。キャンディーはまだある？あれすごく気に入っちゃったの？寝室のナイトスタンドだ。あそこに乗り。ナイトスタンドだ。いいから。私の立場が。全ては大義のためだ。くつろいでてくれ。女性に驚かば、まだ死んだかです。死んだかです。どうしよう。私は何もいい。何もいい。サードワークは、時代予定に移動するから、いや、予定に、この時点ではない。すみません。もう一つ、始めた。まだない。あまり、全部。そして、気づく。気づく。気づく。
その部屋の主。いいし。寝室のナイトスタンド。どうだ。いいか。ないないの。ちょっと待ってて。あ、あれよ。これでいいです。情報は揃った？ええ、これで十分。助かったよ、ジュディ。じゃあ、ティーバグ、また後で。お疲れ様。じゃあまた。キャッシュとあなたのデータは削除しとく。痕跡は一切残さない。持ってて、エブリンのツケにしとくから。BD 用の携帯デバイスよ。あなたに合わせた設定をアップロードしてある。ここの機材には劣るけど十分役に立つはず。そしてあんたは危険な橋を渡らなくて済むってわけね。危険といえば、私にはあなたたちがどう見えると思う？喋って歩く屍よ。ジュディ、大丈夫よ。絶対バレたりしない。エブリン、お願い、くれぐれも慎重にね。一つの油断で全てが無に帰す。それがこの町よ。分かってるわ。後で二人で話しましょう。少し歩きましょう。で、どう思う？心配じゃないの？荒坂は頼信とつながりのある人間を片っ端から調べ上げるはずよ。そんな人間は5万といる。私なんか相手にならないビッグネームがずらりとね。企業の大物や殺し屋とベッドの相手。荒坂がまず疑うのはどっちだと思う？あんたがなぜ頼信に詳しいのか分かった気がする。男なんて一度寝れば自分からいろいろ喋ってくれるわ。体だけの関係ってこと？仕事よ。それでしかない。頼信は本当にあんたの動きに感づいてないのね。ええ、何も気づいてない。今はネットウォッチの件で頭がいっぱいだから。それにもし疑われたって別に大した問題じゃないわ。彼が今から動き出したとしても間に合わないし、あなたなら何とかしてくれるでしょ。頼信とチップの情報、紺碧の BD、 風向きも良ければ計画も完璧。こんな仕事はそうそうあるもんじゃない。それはどうも。でも続きがあるんでしょ。話ができすぎてる。何か裏があるんじゃない？怖いの？降りたくなった？あんたを信用していいのかわからない。抜け出せない泥沼に放り込まれるんじゃないかってね。 B、 私にはあなたを陥れる理由なんてない。私たちは運命共同体よ。信じて。この後はどうすればいいの？ B、 相談なんだけど、この仕事を
私から直に引き受ける気はない。フィクサーを介さずに、デクス抜きで。フィクサーを裏切る気？何か怪しいと思ってたけど。デクスはただの仲介役、それも今となっては役立たずのね。エブリン、ナイトシティに鉄則があるとすれば、それはフィクサーを裏切らないことよ。うまく立ち回れば。無駄よ。そんな過ちを犯したら、あんたの名は地に落ちる。この町じゃ生きていけなくなる。本当にやるつもりなの？それは自分に聞いた方がいいんじゃない？この先ずっとギャングと喧嘩して暮らすつもり？一晩で伝説になりたくはない？決めるのはあなたよ。もしこの話を受けたら、必ずどこかでしわ寄せが来る。そうね。受ける受けないは別として、これはここだけの話よ。あなたの取り分は 50%、 それだけあれば何でも好きなものを買えるわね。その前に死ぬことになる。デクスが裏切りを許すわけがない。フィクサーなら他にもいるわ。ただしこのオファーはこれっきりよ。少し考えさせて。分かったわ。私の番号を送るわ。心を決めたら連絡して。分かった。それじゃあね。健闘を祈るわ。私はジュディと話がある。住んでるか、ミスビー。そいつは素晴らしい。バグの作業に取り掛かるそうだ。準備は済んだ。で、次は